え、交渉はどうかしら。出た、交渉、いいね。じゃあ、正豊の方も出るかな、交渉。ちょっと強行で、あ、出た。縄文削った方がいいのかなと思ったけど、方位だけでも出たね。お先真っ暗と、そういうことなんだね、きっとね。行きます。で、そう、ちょっと待って。さあ、長宗我部に足利行った。参戦する義理はなし。ここで、忍びを暗躍させます。三河武士の誇り。で、これどっちも、交渉切れたね。56,500。ただ、米沢は上限トントンなんですよね。26,000同士。なので、まあ大丈夫。27,000。ここは上限取られてるけど、上限が高いんで問題はないですね。で、正幸たち帰ってきてない。そうか。もうちょっとじゃ、待ちますか。さあ、朝廷から使い。よこせよこせ。民部になりましたね。徳川民部。で、戻って、来ましたね。じゃあ改めまして、大田原城、向かいます。6体、48,000で、向かいますか、大田原城。前進せよ。なんかこっちに向かってきたけど、そんなことはなさそうだね。さあ、ん?なんだこれ?あー、伊達重真来たのか。でも23,000が動いてるけど、まあ相変わらず飯野平に関しては問題はない。問題はここだけですね。佐竹義重のところ。鬼義重か。相手にとって不足ないな。なさすぎるな、これはね。そうか、そうか。じゃあ参りましょう。ここさあ、いやー、民部なんちゅうタイミングだ、これ。病には。そうか。純慶はね。まだ。あ、総林がここで亡くなった。死にとうない。大友義宗。これで大友は終わりましたね。いや、しかし、総林が亡くなるまで、シナリオが進んでるっていうのもなんかちょっとな、時間かけすぎ感があるよな。まあでも、九州はこのまま、いずれにせよ島津のものになりそうですね。官兵衛がいるぞ。官兵衛は長宗我部に仕えてるのか。すごいな、中国地方も。こうやって見ると兄上勢力ちっちゃいね。もうちょっと頑張ってほしいな、兄上には。長宗我部取ってるじゃないか、桐山御所。兄上。いいんですか、目の前でこんなことを許しても。では参りましょう。皆の力。さあ、あ、宇治松グラフィック変わったね。老齢グラフィックになった。さあ、鬼ヨッシーがまだ来ない。早う来い。ん?また変わったぞ、なんだこれ。さあ、大田原城取り付き。まあ、方位でいいか。ねえ、また変わったね。どう変わったのこれ。鬼ヨッシーがこっちに来る。で、シゲザネがこっちに来る。なんだこれ。また変わった。もう、わけがわからん。まあ、ここは揺るがんでしょう。そうだね、揺るがん。いかなる苦難も。そしたら、この二つの軍の一つはこっちに来そうなもんだけどね。かたじけない。鬼吉重のところが来るとちょっと、ああ、なるほど。さらに北から動かしたのか。なるほどね。いや、まあ、確か、なんだこれ。ちょっと。もうぐちゃぐちゃじゃないか。あ、そう来た。はあはあはあ。まだ上限は取れてる。あ、一番いい形に落ち着いたんじゃないか、これもしかして。報告いたします。ねえ、そんな気がする。ご命令を。さあ。で、家康のところは、ここ交渉出たのにね、せっかく。余計なことをしよってからに。方位72日。で、内藤増という、ああ、もう目の前に来てるね。ここもでも、うん、9日、勝てば落ちるね。じゃ、ちょっと一発、休眠再生を打ち。三河武士の誇り、見せるわ、あらかじめね。で、行きましょう。さあ、まずはどこだ?内藤増豊のところだ。まあ、全軍を展開させ、当然分からずだよね。行きましょう。ここは上限、5部と5部ですね。ただし、備えあれば憂いなしが乗ってるので、いろんなものを置ける分だけこっちが有利でしょう。じゃあこういう感じで完全に要塞化してね、ここね。行きましょう。米沢の戦い行くぞ。
まず秋山信友の鉄砲隊が火を吹く感じかな。始めるぞ、ゲチを始めるぜ。で、絶対奇襲するマン、トラカトーは側面へ。さあ、トラ狩りを撃ち、あートラカトーは撃てなかった、雨降ってしまった。ゲチ覚悟せよ。そうか、でも鉄砲撃たれて嫌がって前進してきたね。まだ見つかってないよね、トラカト。さあ、沼にかかる。勝頼ぶつかるか。内藤マストヨも行きましょうか。ちょっとこの隊怖いけどね。これトラカト見えてんのか、もしかして。いや、見えてないと信じよう。投げ払え。いや、押し寄せてきてな。ぶつかっちゃったか。そうか、少し下がろう。で、寄ります。始めます。オトリチャス、対象部隊、それはまずい。対象部隊はまずいぞ。最悪に近いぐらいまずい。油断大敵だぜ。あ、マカスが突っ込む。ご命令。いやー、奇襲が乗った。トラカトーも突っ込む。トラ狩り、うー、あー、でも引っ張ってないだけマシだな、まだ。ゲチ、お覚悟願う。これ奇襲乗るかな、トラ狩り。やりたい。奇襲乗せられてる。命令して。いや、進まざるを得なくなっちゃったね。いやー、難しいことになったな。おい、せっかく要塞化したのにね。挑発隊グーって引っ張ってったね。うわ、えぐい。それは始めます。やりたい。前、武田勝頼が飛んでった。あ、でもマストヨもう少しで溶けるな。ゲチ、もうちょっと我慢しよう。もうちょっと始めるぜ。作詞を入れる。メーデフカ溶けたってない。メーデフカ溶けた。引く。あぶねー。で、勝頼も溶けたんで、勝頼はもう騎馬隊を飛ばして逃げてきましょう。やりたい。よし、引いてこれたね。危なかったどうなるかと思ったよ。作詞もう一発入れよう。哀れな弱き。で、引いてくる。死をもって抜く。いや、本当に危なかった今のおとり挑発。よし、勝頼はもう騎馬隊でガンガン飛んでくる。早掛け。やりたい。で、速度アップして大外を回って帰ってきます。この勝頼、この217やっちゃおう。もう少し寄る。ゲチ、罠の方に寄るか。いやー、背中向けてんな。掴みました。埋伏したね、トラカト。ゲチ投げ払え。いやー、攻撃食らってる勝頼。少し引く。ごめん。いや、違うな、引くんじゃない、押すべきだこれ。叩き潰せ。壊滅まで持ってっちゃおう。よし、負け戦かよ。いや、そんなところに一気に引いてくる。早掛け。その首おらい受ける。さあ、奈落に落ちる。で、トラカトがトラ狩り発揮。これで奇襲乗るでしょ、さらに。いやー、これ背中向けんのやめてくれー。奇襲が乗ったね。先方ゲージ再び回復。勝頼進んでいきましょう。お覚悟願う。ただこちら側はすごく有利になってるね。トラカトじゃ進んでこよう。トラ狩りで速度も上がってるから背後つけるんじゃないかな。勝頼がまとわりついた。じゃあ甘カス挟み込もう。攻撃、よし、壊滅。攻撃入れたけど、攻撃入れたんで少し引く。始めるぞ。700はもう1マスでどうにかなる。トラカトさらに背後をつく。で、さらに壊滅するね。よし、トラカトさらに進軍。マサトヨ、秋山、このやたたたい、めんどくさいな。いや、もう追い続けよう。いや、なかなかに苦しい戦だったね。苦しいというよりもおとり挑発にしてやられたなっていう感じだね。隙を見せた。主が入った。これで攻撃入るんだね。よし、攻撃入ったので、じゃあここで H5 2点。さあ、壊滅。よし、またガンガン押すだけだ。作詞シュラとなりて壊滅。そしてヤタダタイも壊滅。全軍で進軍して終わりだ。いやー、大変だったこの戦。その首、我が策がやりました。
いや、勝ってよかった。でもこの勝ちはでかいぞ。大きく浮かしたからね、5万。よし、決して負けはせぬ。で、これで米沢は取れましたね。おバックでドン。どちらも、あ、フェニックスの後取りがましたね。まあ後取りはね、勘弁してやろう。さて、またなんか変わったな。いや、これ佐竹義信が家康に来んのめんどくさいんだよな。上限取られちゃってるからね。いや、まあでも大丈夫でしょう、きっと。なんだ、また変わったぞ。米沢陥落。負けられるのでな。さあ、ホバックでドン。しかし、なんだこの北条の落ち着きのなさは。で、佐竹義信の方は上限取ってるから問題ない。こっちも問題ないね。内藤マストよ、北に向かっちゃうか。行くぞ。山形に行きます。我に続け。さあ来ましたが、まあ、全軍を展開させれば揺るがずになるでしょう。揺るがず。ここまでにせ。で、これで井の平交渉待って出るんじゃない。そうだよね、出るよね。交渉しましょう。で、次はまた変わった。落ち着きがないな。山形城取り付き強行でしょう。ここも16日、一気にぶっこ抜こう。さあ交渉、イエス行ってこい。あ、宇治テルだ。宇治テル来ないか。そうだよね、来るよね。この城もらい受ける。よし、宇治テルも強いからね。じゃあこのままオバマ。このままオバマじゃないな。5万9000。これは正幸の方に行かせちゃおう。来た。報告いたします。来たぞ。来られるとちょっと困るんだよな、内藤正幸の方ね。かような策はいかがでしょう。逃げ男女取っとこうかな。総戦術も取っときますか。以上ゲッチ。うん、これ、ああ、でも3万1000。また、なんとも。あ、でもいつかだ、これ。届かずに落ちてるわ。間違いなく。うん、落ちてる落ちてる。で、正幸の方は問題ないよね。上限は取れてるんで。うん、問題ない。じゃあ、開発して、また進めていきましょう。皆の力、合わせよう。吠えろ、吠えろ。で、まず落ちるのは、皆の力、山形だよね。落ちた。よし。どうする。八千行きたいか。6700。6700なら十分いけるでしょ。するぞ、合格ならね。さあ取り付き、どうだ。まあ強行でいいかな。交渉出ないか。すぐに出るかなと思ったけど出ないね。集まった。でもここは上限ものすごく狭い上に五分五分なんで問題はない。さあ、宇治政が来ましたね。全軍を展開させ。まあ、上限取ってるんで、問題はないかと思います。参りましょう。2万8000の2万5000。まあ、取ってると言っても3000だけど、その3000がでかいんですよ。これぐらいになってくると。ただでは死なぬ。その首、もらい受ける。あはは、かっこいい。たまりませんわ。足利義澄。こんなとこに溜まって。これやっちゃいたくないぞ。宇治政はまずこっちをやりたい。始めるぞ。やりたい。前。よし、かみつた。じゃあ宇治政にかかりましょう。いざ進まん。容赦をせぬぞ。まあ終わってみりゃ対象でしたね。やりたい。はい、さようなら。一旦引こう。やりました。やりたい。前。よし、これでイエス前進しましょう。5万9000。もう兵いないだろ。さすがにここまでバチバチに叩きゃね。おバックでドン。誰も来ないが、まあそれも良きかな。で、正幸、交渉出るでしょ。出るよね。方位23、あ、即日交渉だ。いいじゃん。相馬来ないか。あー、37%。でも、ワンチャンはなかった。か、そうか。じゃあ落ちるがよい。最近、このワンチャンにかけること増えてるような気がするな。行くぞ。じゃあ、イエス、行きますか。あ、でも出るんだね、3100なんて。なんだこれ。え？どういうこと？なんだ今の。
今日ここ塾んち。ここも交渉でんかな。出ても良さそうだよね、ここもね。と、ああ、出ないか。で、正幸のところも落ちてる。内藤マスタヨのところは44日。方位に切り替えます。で、この単位の到着を待ちましょう。ここは上限ものすごい狭いんで、問題はないよね。なんなら、ここ準決勝あっという間に立てることができれば、さらに有利になるけど、どうかな。では引き続き参ります。志果たさずして、さあ、元地下が吠える。師匠知らず。使いの者が来たようです。講和交渉か。今じゃないだろ。しげざね来てる。大太郎城陥落。もらい受けるぞ。出てるね。捕獲でドン。小津。まあ、かたじけない。23,500。問題は、これっぽっちもない。そしたら、正幸、どうする？やっぱりこの隊が家康とぶつかるのを待って正幸進めることにしましょう。まずは、しげざねだね。来ました。全軍を展開。いや、これ多分、ここ上限少ないから、全軍展開させない方がいいと思う。逆に。ちょっと内藤マステロン対兵数少ないので、この5体で出ましょう。わからず、行きましょう。6700だったよね、上限ね。うん。待って、これ7部隊、あれちょっと待って。全軍出ないよね、そうだよね。さあ、6700同士。ただし、部隊数こちらの方が少ないんで、1部隊の兵力は上ですね。じゃあ、例によって、ここで分断して、こっちの4体をまず叩くという感じでいきましょう。それでは、参りましょう。がっちり固めてあるからね。そう簡単にはここ通れないよ。ご命令を。トラカトウがね、奇襲って感じじゃないんだよな、今回。真っ向勝負だからね。うん、やっぱり少ないですね、相手方。やりたい前。さあ参りましょう。ちょっとこの台多いね。正木、範時。さあもうこっちはスピード勝負ですよ。突破される前に一気にいきましょう。狂気乗る。でかい台に狂気乗ったのはありがたいな。やりたい前。さらに進む。作詞。作詞じゃないな。逃げてるね、ひしこいて。逃がさないぞ。こっちの四軍、きれいに飲み込みそうだね。うん、これ、津軽ための歩兵なんで、こっち向こう。で、甘かすで追いましょう。で、正木対回復するよね。これ、回避持ってるのか？持ってるね。あ、でも327、だいぶ勝つよりも兵減らしたな。で、津軽、こっち来て、虎加藤もこっちに来る。勝つよりはもう、先制を利用します。壊滅。で、甘かすさらに追う、ためたいを。命令してくれ。この位置関係なら強力持っていけるんじゃないかな。アマカスがまたいいところにいるからね。全軍突撃。このタイミングで全軍突撃、すごいことするな、壊滅。じゃあ引くぞ。合図つきましょう。で、作詞を打って攻撃下げちゃう。そしたら、うん、だいぶ防御力の方が厳しくなるよね、壊滅。しげさね、ここかよ。これ一マスも危ないな。一マスも下げる。で、アマカスがこっちに来る。いや、でもなかなか苦しい戦になってるな、これ。再び作詞。これ勝つより動こう。一マスはもう何が何でも無理だ。180は。いや、本体も危ないね、津軽ためのもの。あ、でも引いたな、よかった。また来たね。ただし、ここが壊滅したらもう勝ちは見えたね。いや、ちょっとどうなるかなと思ったけど、なんとかなりましたね。なんとかなったことか、本当に。大丈夫だよね。よし、男だて。挑発したけど、まあ、壊滅だよね。やりました。これで、相当数の兵を減らしたからね。戦果は大よ。勝たねば生きる道はなし。いや、でも、それが乱世。もう兵がいないな、内藤隊もね。でも13,000か。もう一戦できるな。捕獲でドン。どちらも来ず。まあね、それはいいでしょう。でも落ちたんじゃない、これで。交渉が出たぞ。交渉するか。
10日待たないといけないけど、でも出てくる前にね、交渉入れたいもんね。これは何がどうなってるんだろう。さあ松岡が死去。まあまあ、だいぶしかし各軍兵を減らしてるね。あ、やっぱ来たか。23,000。もう一戦できるよね。あ、上限取った。準決勝ができたんだ。よし、かしこまった。よしよしよし、承知した。これでもってまるっきり問題なくなったね。参りましょう。我が野さあ兄上、何人たり兄上攻めましょう。さあ宇治政が来たぞ。先に宇治政、まあ、全軍を展開させれば揺るがない。ケイ天下聖筆、いいですね。だいぶでも兵減らしたね。捕獲でドン。岡本健一が来る。佐竹義重が欲しいな。まあ欲しいって来るわけじゃないけどね。交渉行きましょうか、再び。で、ここで正幸が動きます。行くぞ。出てんな。いや、でも、兵数で勝ってるわ。出陣するぞ。行きます。21,800。いや、だいぶ兵力厳しくなってきたな。大助けます、これか。なんだこれは。ここはどうしようかな。虎加藤、福島正則、秋山、内藤マストヨ、アマカスでいこうか。5部隊、4部隊のはいいかな。いや、でも条件取れてんだよ、ここね。揺るがない、そうだ、揺るがないよ。志やりました。決して負けで、どうだ ?7 日で交渉出てる。交渉しようか。内藤マストヨ、行ってこい。81%、北条綱隆、これ強いんじゃないか。北条綱隆、そうだね、統率93の V87、 相当できるぞこれ。待って、ワンチャン任意投稿、いや上司投稿。よし、この仕事がしたもらい受ける。さあ八地陥落、ここらでおしまいか。いや、延沢まで行けるでしょこれ。行くぞ、行ってみよう。8100の7200だもんね。いけるいける。さあ、小峰取り付き。硬っ。方位交渉。いや、硬いね、ここね。延沢取り付き。方位で36日。ここはちょっと待って、即時交渉に持ってこう。さあ、まずは家康のところか、交渉。行きましょう、家康。梶原景宗。これはそんなでもないんじゃないか。あ、でも、そこそこの武将だね。なんだ、99% って。じゃあ、上司投稿させちゃおう。よし。この城、もらい受ける。で、35日。あ、来てるな。これ、このまま交渉になるんだろうか。これ、地図どっち向いてる?こうか。あ、南部がさらに攻めてるんだ。いい動きじゃないか、南部。そしたら、家康。参るぞ。ここは、さすがに苦しいか?一度、いや待て。やっぱり正幸に向かわせて、家康が押すっていう形にしてしまおう。で、ここはもう交渉できないか。そうだ、できないね。ま、囲んだまんまでいい、そしたら。あっちゃこっちゃ動いてんね。もう一つ、動いてんだよな。三つ動いてるね、軍が。報告いたします。ご命令を。で、ここでもう一発忍び暗躍撃てるもんね。備えあれば憂いなし撃ってもいいけど、忍び暗躍は、あ、でも40ポイントか。今100あるからどっちも撃てるね。じゃあ備えあれば憂いなしを撃って、の誇り見せる、忍び暗躍切れた瞬間にもう一発撃ちましょう。で、21,800 が正幸に向かってる。ここは交渉したけど、止まっちゃったよね。まあ、それはよしとして。これが、11,500が内藤マステの方に向かってる。まあ、ここは、準決勝を作って、上限を取ってしまえば、問題ないんじゃないかな。と、八地、整えましょう。これさ、待てよ。米沢とか、入ってきてるから、それを使ってもいいんじゃないかな。承知いたしました。ここ入ってんのよ、もうすでに。
山形も。この辺、八千に武将を入れて、それが到着したら、そこを使うのもいいかもしれないね。で、これで小浜に人が入ったら、動かしてもいいぐらいだな。ね、あと、八千もね。じゃあ、進めます。で、忍び合いがすぐに切れるので、切れたらまた撃ちましょう。合わせよう。打ちますも吠えるね。切れた。で、ここでもう一発忍び暗躍させます。どうだ、ここか。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。さて、この小高城に来てんの、なーにだ？これか。これ、九さんって来ないような気がするんだよな。家康出しちゃうか。行くぞ。動かしてみよう。皆の者、で、変わるんだったら変わるで、よしとしよう。変わらなそうだね。合わせよう。まあ、それはそれでいいけど。さあ、朝廷から使い、賛議、まあ、いただきましょう。小高城取り付き、標高85日。交渉は出ないんだよね。援軍出ちゃってるからね。内藤マステオのとこまた変わったぞ。南部が攻めてるからだね。なるほど。ここ交渉出るんじゃない？あ、17日か。落ちとるわ、もう。交渉ワンチャン出ないかな。交渉出たらね、また武将を下らしちゃうの。あ、もがみしたきゃ来た。待って、そしたら家康のところ交渉に応じるんじゃない？いや、応じないか。そうか、そうか。で、小浜城、武将入ったんで、さらに出ましょう。三春の城、相馬中村、二本松。いきなり行きますか。兵力に不均衡が生じちゃうけど、3万動かします。二本松に、二本松、三春でいいような気がすんな。三春に向かいましょう。我に続け。さあ、これで相当厳しいでしょう。小峰に来た全軍を展開させ、揺るがんね。視力を尽くした甲斐があった。これで終わったでしょ、捕獲で。ドン。こず。まあ、意外と来ないね。包囲70日。交渉に応じないな。で、八千、もう一人入ってくるはずなんですよね。もう一人入ったら、米沢山形から合流させて、まあ、この辺り攻めましょう。さあ、激突。八頭道溜め。これは、4万5000の6400じゃ勝ち目ないでしょ。さあ、延沢陥落しました。勝ち時を上げろ。このまま南部との戦争になだれ込むな。捕獲でドン。どちらも来ず。まあ、それは、よしとしましょう。で、もう、限界だね。なので、部分入場でもって、内藤マステをここに入れ、全員、騎乗します。で、また、この辺ちょっと整えて、鶴岡、マムロって出るようにしましょう。で、次は、家康、交渉は、ある。交渉しましょう。となると、正幸のところも交渉あるんじゃないの？ねえ。ないか。2ヶ月。まあまあまあ、兵糧あるからね。問題は、一気なんだよな。遠征気分怖いね。報告します。そしたらさ、ご命令を。なんか、この辺りの城一つ取って、南北に分断しちゃうっつうのありだよね。北条領を。そしたら南部に備えればいいもんね。そうしよっかな。